始まりましたメカニック TV。 今日は工具の日。今日はね、なんとあの KTC さんがね、これおすすめですよって言っていっぱいね、おすすめ工具を借りたその中でも、うわーこれあん時にあったらなって思った工具ね、今日はね、これ KTC のプロフィットツールシリーズっていうのがあって、まずネーミングセンスがとてもいいと思うんだ。プロフィットツールって多分 DIY じゃなく、うちら整備士だから本当プロとしてやってる人たちに向けて、その絶妙なかゆいとこに手が届くシリーズを多分作ってくれてるんだろうねプロフィットツール、このね、かゆいとこに手が届く工具を作ってくれるのはとてもありがたくて、今回はこのスパナ。基本スパナってこっちとこっちサイズが違う、10、12とかで、ただのストレートだったりとか、まあ、オフセットついてるやつとかあるんだけど、これは左右は一緒ね、これ1個でどっちも14で、左右の角度が違う。これね、このね、絶妙な角度が片方にだけ、いや、この多分20、これもね多分25度らしいんだけど、いろいろ悩んだんだろうな、作る側もどれが一番いいのかと。何がいいって、これ多分普通のスパナよりここが薄い気するんだよね、ここ幅が。私もここを曲げるとかじゃなくて、ここをひたすら削ってここを薄くしてる工具とかあるもん。で、薄いと何がいいって、まあスタビとかやるときに本当この薄くないと噛んでくんなかったり、自分で削ったりとかするんだけど、あとはね、結構車でダブルナット使ったりとかしてることが多いのね。そうするとナットの幅以上あると、その2つがこうナットになっちゃってるから、もう使えないのね。だからここが薄いととても便利なの、ね、でこれね、サイズが8から19までかな、一番国産車にはありがたいサイズ設定、8から19で、値段もね、一番安くて1890円からあって、まあサイズがでかくなるにつれて値段もちょっと上がっちゃうんだけど、1890円だって。1890円だったらさ、わざわざさバーナーで炙ってどうのこうのっていう時間を考えるのであればすごいお得だと思う。だからね、私はね、これからこういうシリーズを集め、今自分のツールスタンドは1段なんだよね、メガネ系のあれ1段なんだけど、これを2段にしなきゃなってずっと思ったの。そろそろこの引き出し2段目に行かないと、整備士10年目だからね。だからね、これからはね、こういうかゆいとこに手が届くシリーズ、私も集めていこうと思うんで、皆さんもぜひ集めてみてください。